親が亡くなることって、もちろん悲しいんですよ。悲しいし、それはね、やっぱり、一つの、すごい節目になるとは思うんですけど、でも、中には、解放される人もいるっていうのをね、ちょっと言っときたい。で、そこから始まる。ここで、から始まそるこんだ。から、なんかこう、自分だけの人生が始まるみたいな人もさ、やっぱ中には、いるわけよ。55からのハッピーライフ。育ててくれてありがとうございますっていうこともあるんだけれども、必ずしも悪いこととして捉えなくてもまあいいのかなと最近は思ってます。周り見ててもなんかやっぱりちょっと親が過干渉だったとかさ、いろいろあるじゃん。親子の問題がうまくいってるだけが親子じゃないし、やっぱり親のことで悩んでたり、あとはまあ介護で悩んでたりとか、いろいろそういう人たちもあるからさ、亡くなってから自分のまた新しい人生が始まって切り開いていくみたいな人たちも中にはいるから、そういうふうにまあ悲しいことではあるけれども、前向きに捉えてもいいのかなと思ったりもしましたね。で、だから、例えば、俺らが長男でしょ？親父も長男でしょ？ね？やっと、まあ、このことって失礼ですけど、親父。親父が死んで、やっと俺の代になった。だから、こっからなんですよ。はっきり言うと。こっから俺の後取り。まあ、別に商売やってるわけじゃないけど、一応、磯野家の後取りなわけだから、その形はどうでもいいんだけど、磯野の後継ぎの、まあ、要するに、当主としての、当主って言っちゃうと、それなんかすごい大それたあれだけど、それが始まるわけですよ。これ、長男さんだったらわかると思うけど、俺の代が始まったって。ということは、こっからが、本当の意味での俺の人生のスタート。親父が亡くなってからね。それまで同じぐらいな。俺の代がやっと始まったと。2年前から俺の本当の意味でのスタートが始まったんで。で、もう誰も、要するに王子様じゃなくて王様みたいなね。そうそうそう。国王になれたみたい国王だっな。た。国王は、ね、王子様の時は国王が守ってくれるわけですよ。ある種、変な言い方だけど。だけど、もう王様は自分で決めなきゃいけないし、どんな、ね。で、自分が、で、進んで、決めて進んでいかなきゃいけないし。っていうことなんじゃないかなと思うんで。ね。いろんな意味で、そうやって親に縛り付けられてた人が、解放、やっと解放されて、やっと自分の人生歩めるって人もいるだろうし、逆に、仲良すぎて、仲良すぎて、結局、親離れ、子離れができなかった。いうのを、結局、片方がいなく、親がいなくなることによって、もう、その仲のいい友達みたいなね、そういう人はいなくなっちゃうわけですよ。そしたらもう自分で生きていくしかないじゃないですかね。そういうこと。だからそれは、まあ親子のあれで言うと、多分そうだと思うんですよね。親が死に、子が死に、それは悲しいことです。俺だって未だに、じゃあ全部亡くなったかって言ったら、お袋は6年前かな？くらいに亡くなってるし、親父は去年、一昨年か、ね、亡くなってるけど、未だに残ってますよ、やっぱり。ちょっとこう、ぽっかり穴の開いた部分っていうのは。だけど、それはそれとして受け止めて、生きていかないと、俺の人生が始まらないんで。と、僕は思ってるんですよ。で、それが親が望んでることだろうし、あとはお前が頑張れと。いうことだろうし、俺たちの時代はもう終わったということなんじゃないですか。だから、そういったことはもう自分で受け止めて、ある意味本当に自立していく。自立っていうかね、自分の人生を生きるっていうことを今度は上として、ね、子供がいる人は子供もね、今度は子供が頼ってきますよ。そういうのも助け、王様も助けなきゃいけないって。女王様も助けてね。ね、自分の頼もいろいろ王いる様し、のこともね、守らないといけないしね。だからいろんなことが、まだまだでも、年取ろうやらなきゃいけないことはいっぱいあるし、で、できそうないなこんとですを、よ。嫌なことをあんまり無理してやらない方がいいです、とそったら。ストレスにすごく体に出るんで。で、嫌だなと思ったら無理をしないことなんですよ。きついなとかね、嫌だなと思ったら、ね、もうやらないとか、いうこと。これ大事です。で、自分が合ってないことをいつまでも、もう嫌々やるっていうのはやめた方がいいです。健康状態、全然違いますから、精神状態とか。こここそ本当に体力だの、知力だの、いろんなのが落ちてるから、影響もろに受けます。そうなんだ。まあ、私が思うには、老後って言ってるのって、やっぱり、ちょっと考え方変えた方がいいと思いますね。100年。死ぬ上じゃ、老後のこと心配はしないで。っていうかさ、今老の。後って何っていうね。老後なんてもう、この人生、これからの人生、多分、一生現役で行くぐらいの方が、幸せに生きれるんじゃないかなって思うんだよね。老後の年金問題とかもあるしさ、そういうのって老後っていうふうに設定するから、なんか、ええってなるわけで、もう、現役一生続けるぐらいのさ、だからこそ、ジョーの言ったように、好きなことを探して、嫌なことはやらないで、
そしたらさ、ずっとね、仕事、だ好き俺なたちことおと金をやっ欲しいてじれゃん。ばさ、お金がいっぱいあるさ、まあほとんどのことできるよね。だけど、こんだけしかお金がなければ、そのできるは、このお金でできることしかやれないじゃん。中で探すんじゃない。その中で、だったらここはいけるなとかさ、そういうことやればいいんで、そういうことだと思いますよ。で、それは体力も一緒で、ね、こんだけしか体力がないんだから、ね、これは例えば、やりたいけどちょっと無理だなと。だったらちょっと違う似たようなことで、俺ができることって何だろうとかね、考えればいいわけで。体力っていろんな人の YouTube とか見てると、なんか鍛えれば体力って戻ってくるらしいから。若い時のようにはいかないです。だから、もちろんそう鍛えても、もう体が、筋肉が昔のようにつくかって言ったら、つかないんですよ。つかないし、もう疲労感の方が大きくなっちゃうんで、だからそういうこととかは無理しちゃダメなんです。私の知ってる人とか病気してとかさ、あとリハビリのためにとかさ、で、60歳から水泳始めただから、らあると程か度はね、さ、健康になっていくし、ある程度筋肉がつくけど、じゃあ若いす時ごのいよこうとになだ。るかって言ったら、ならないんです。もちろんだから若い頃のようにっていうのはもうそんなことは言っちゃダメ。今から前の生活はもう切り離してもう捨てないとダメ。なんかこれからどうするかっていうことだけで。ど、みんな記憶がある。記憶があるから、ね、そこの同じようにやればいけんじゃないかってけど、できない。ならない。っていうようなのを、一括ここでみんなショックを受けるのよ。まあこれからこの過去のことは置いといそこて。のことを、ね、俺の場合も分かってるけど、だけどそれはショックなことだけど、まあ、年を取るってそういうことだから、じゃあ何ができるんだろう。できることって何だろう。っていうようなことを少しずつやっていけんですよ。無理なく。老後のことなんて、その時にだって考えればいいことで、今をもう一杯楽しんで、もっと蓄積していってください。自分の中に。もっといろんな経験をして、経験することです。とにかくいろんなこと、いいことも悪いことも。まだ荒子だといっぱいまだ経験できるんで。で、経験していった時に、この60歳とかね、70歳とかなった時に、それを生きてきますよ、多分。だからそのためにも、その時は多分こういう考えしなくなってますよ、多分。だから今は、今を生きて、精一杯生きると。余計なことを考えずに、今は精一杯生きてください。わかりました。じゃあ、この55歳に将来って、てんてんてんって言ってる人に、もう一言ちょっと言ってやってください、上から。え？中国戦将来って？まだまだ平均寿命で言ったってまだ25年ぐらいあるじゃないですか。ね？まあ、ないと思ってる人にはないよね。そう、ないと思って、人は挑戦しないんで、ないです。どんどん体力が衰えていくし、知力も衰えていくけど、それと同時に気持ちがどんどん落ちてきます。で、最後死ぬときに、俺の人生って何だったんだろうって思って死ぬんです。だからやっぱり人生は全部自分次第だと思いますね。やっぱりそこは、やっぱり最後まで、いろいろやってみて、それでもね、できない人もいるんですよ。それでもある日突然病気になって、できなくなる人もいるけれど、まあそれもそれで運命として受け止めるしかない。ね。だけどそれはいつ来るかわからない。そんないつ来るかわかる、来るかどうかもわからないのを考えて生きるより、今を精一杯生きた方が楽しいと思いますよ。だから55歳だから、ね、60歳だから、70歳だからっていう年を気にするのをやめましょう。そういうふうにしないと、体力的にはそういうね、体力とその衰えはしていくんで、老化はしていくんで、そこはその時その時を受け止めて、無理をしないこと。だけど、年に縛られるってことをやめることっていうことをした方がいいと思います。ちなみに私はもう今からこれから将来のことをもうワクワクしてますけどね。ジョーは？まあ、なんだろうね。まあ、異国に来てるんで、今、将来のこと考える必要、まあ、もう、暇もないっすね。みんな女性いっぱい生きるしかないんで、もう、今やることやらないとっていう感じでやってて。いや、私は情と私の可能性をなんか秘めた可能性にもすごくワクワクして毎日生活してますよ。そうですか。まあ、それでいいんじゃないですか。まあ、それで。まあ、今もね、いろんなことを言ってますけどね。楽しいでしょ？楽しいでしょ？こういうとこ住もうか。ごめんなさい、まあ、そう。ここに例をね、言ってますけど。それも一つのね、楽しみだよね。これからどういうところに住むのかなとかね。まあそういうこととか、いろいろね、やってみて、今はとにかく一生懸命やってれば、犬とか欲しいねとかね。そうそう、犬飼う余裕は今ないんですけど、だけど犬を、まあね、欲しいなと思いながら、実際に、まあ飼えるのはちょっともうちょっと先かなと思ってるけど、もうちょっと余裕ができてから。でも、俺は飼うよ。でしょ？犬は。絶対飼ったらいいと思う。かわいい。犬が力をくれるからね。ね、それも楽しみだしね。俺の、ね、俺の犬を連れて、ね、俺のミニに乗せて、ね。ほんと、多分、ね。うるさくじゃあ、て嫌一になるかも子しはどうすんの？れない。え？一子は。人がここに乗ってるじゃん、シートの後ろのところに、そのちょこんと座らせとけと。
私が違う違う、犬。あ、犬？あ、隙間あんじゃん。うん。ブーペだから。あそこに？あそこに、それか、トランクと通じてるから、俺の。ああ。あそこの扉開いといて、トランク犬側にして、行き来してるから。ああ。よく回すね、そのおしっことかすんだよ。うん。よっと、ね、やっときゃ。したら、シャーってしちゃうんだよ。え？あのっつって。っていうことで、じゃあもうね、年齢には関係ないということで、もう、it's up to you。そうです。ですね。年齢を気にせず、今を行きましょう。そうですね。はい。ということでした。皆さん、いかがでしたでしょうか？ね。皆さん、年は気にせず、やりたいことやりましょう。はい。ということで、はい、今日もご視聴どうもありがとうございました。はい、登録がまだの方は、どうぞ、このボタンを押して、登録してください。はい。それでは皆さん、See you next! Okay! Bye bye! See you next ってなんでその次言わないの？え？だってなんて言う？ Next! See you next time! See you next time! Bye! さよなら！はい。ここでカットして、で、今度はじゃあサムネイルのやつをちょっと撮りますんで。サムネイル？はい。サムネイルで、じゃあ。おーや。で。